吉田さん、車いいじゃないですか。20台しかない車のうち、YouTube でそれを放送しようっていうのは、もしかしたら一人かもしれないですよね。あのね、ナイトライダーね、結構動画アップロードしてる人いるんですよ。というのが、オーナーは50名以上いますからね。で、やっぱ、この撮影に来る人とかもいるじゃないですか。そういう感じで、まあ私だけがワンオンドーニーってわけじゃないんですけども、 まあでも動画のアップロード本数で私が一番かなと思いますし再生回数一番多いのもナイトライダー関連でしたら私がトップなんですよでもあまり目立たないですよねそもそもあの車って買おうかなっていう人は極小ですからねもう時代も過ぎてるしミーハーですしね、うん、まあけどねなんかこう YouTube でいろんなネタ扱えるっていうのはすごく本当に人生を攻略するって吉谷さんが言われたような感じですよあの昔はね 進学して東大に行って一流企業とかね官僚みたいなモデルがあってほとんどの人はできなかったじゃないですかでもこの YouTube に関しましては誰でもできますからね入り口は誰でもできるんですよあと登る山は割と高いですけどもでもそもそも東大とか大手企業とか官僚とかって入り口が閉ざされてますからねそう考えたら世界一の企業がどんな人でも迎え入れてくれるこの YouTubeGoogleJAPAN い,やいいパートナーシップですよ。あとは何をネタにするかっていうのは、例えばね、誰もが見向きもしないようなニッチになって,てもいいわけですよね、うん。もちろん、みんなが憧れて手に入らないような、もうエベレットの頂点でもいいんですけども、ニスチモンみたいにね。でも逆にですよ、最近ね、聞いたんですけども、私がね、ちょっと遊びで買おうかなと思ったアルトワークス、結構高いんですよ。セルシオより高いです。アルトワークスって、とにかく、アルトっていう、 後継機種にワークスが作られてないんですよねだからアルトワークスってのは一時期だけのもんだったらしくって当時を懐かしむ人とかもう一回乗ってみたいなって人が軽自動車だから維持費そんなに気にしなくていいじゃないですかで売れちゃったらしいんですよ売れた結果高値がついちゃったみたいなねことがあるみたいでいや車ってのもねなんかある意味ダイヤモンドみたいになんかどこで光るか分かんないですねいや面白いなと思いましたはいじゃあいってらっしゃい